皆さんも金曜、西成生活後たっちゃんが、元生活後たっちゃんとして復活しました。で、海外でYouTube 活動されているんだよね。で、海外で暮らしているってことで。で、それをリスナーから聞いて、すぐ見たんだよね。そしたら8本ぐらい動画があって、ああ、いい感じでなんか復活してんだなと思って、話聞いたりとかして、まあ、悪くはなかったです。印象とか。うん。で、生活保護とかミニマリストとかをすごい推奨してましたね。で、海外にいるんだよね。でも翌日見たらね、チャンネルがなくなっていて、で、さらに翌日が今日なんですけど、今3本だけ公開されていて、なんか非公開なんだか消したんだかわかんないけど、まあ要するにたっちゃんがすごい気持ちが不安定で落ち着かないっていうのがなんか、そういうところも、からも垣間見れますね。別にさ、西成生活後たっちゃんのまま新しい動画足せばいいわけじゃないですか。その方がお金にもなるしね、登録者数1000超えてるから。でも、それ一回壊したのか、まあ、全部非表示にして放置してんのか、新しく立ち上げたんだよね。それがチャンネル登録者数少なかったから、完璧新しいアカウントとして復活してるんだよね。でもなんか、メンタルの方が安定してないなって感じするんだよね。別に悪いこととか、嫌味なこととか、問題発言してないのに、その、動画出しては消しては繰り返してるから、まあ、あの方はね、うつを携えてるから、まあ、仕方ないのかなって思うんですけど、ただ、うん、びっくりするよね。海外にいるってね、西成たっちゃんがね、まさかの海外たっちゃんだったってね。で、こういうコメントいただきました。西成たっちゃんが元生活後たっちゃんとして復活し、海外に逃亡していました。で、22年の1月11日に不審なツイートがあり、生活保護自体、申請後から廃止の間に多額の金額、親の遺産を手にして、最終目的であった海外での生活保護受給のために海外逃亡しました。海外で生活を受給して暮らそうと思ってるのか、ちゃんとしっかり調べてね、出たんだろうね。で、多分だけどね、ご両親が、祖父母が亡くなったんですよね、きっと。で、たっちゃんの逃亡先はオランダが濃厚です。6つの理由があります。1、ビザの有効期限4年間。大抵の国で就労、ビザは3年ですが、就労なしで4年ビザがもらえるのは、オランダと北欧ぐらいです。で2、扇形の道、第1回目の動画で扇形の道を歩いていたシーンから、扇形の都市開発がされているのはオランダに絞られました。3、自転車。オランダの中で、自転車で移動できる平地の国はデンマークかオランダだけです。街の風景を見ると、コペンハーゲンやアムステルダムといった首都圏でなく、地方に住んでいると思われます。なるほど。で4、ホワイトアスパラガス。イケアの食事でホワイトアスパラガスが出たシーン、あれだけの量のホワイトアスパラを食べれる産地はデンマークかオランダかです。すごいリサーチしてんね、この人ね。鋭い、頭いいね、この人ね。デンマーク、頭いいつも物知りだよね。デンマーク、オランダは意外と農業大国なんで、ホワイトアスパラはリーズナブルに購入できます。まあ、俺らで言うさ、パスタみたいなもんかね。5、カーテンだし、窓にカーテンがない時点で逃亡先がオランダであることが濃厚になりました。6、実は8時間、日本時間午前7時の時点で動画を上げていて、日本との時間8時間、で、日本との、実は8時間ということが分かって、ヨーロッパ中央時間帯なので、ドイツ、オランダ、ベルギー、デンマーク、スウェーデンが限定されます。この人すごいね。で、俺は、まあ、この人に言われてすぐ見て、まあ、こうリップしたんだよね。たっちゃん見ましたが、すごいことになってそうですね。彼もやり手かもです。彼はやり手かもですと返しました。そしたら、リスナーの人が、新しく逃亡系 YouTuber というジャンルができそうですね。ネットで流れているオランダ、逃亡説を検証したのは私です。ああ、2チャンネルのスレとかでね、流れてんのか。で、別に悪いことはしてないとは思いますが、どう見てますかって俺聞いたんだよね。海外で働いて生計を立てるか気がかりです。海外でね、日本でさ、生計立てれない人が海外で立てれる可能性は低いよね。言葉の壁とかもあるしね。で、やっぱ、海外でね、保護をもらおうと思ってんでしょ。で、僕はたっちゃんの決断を応援してます。このリスナーの方はね。たっちゃんは、今、移民プログラムに入っていて、就労指導、言語指導を受けています。オランダ、北欧で、移民として認定されると、衣食住確保のために生活保護を自動的に受けることができます。生活保護のプロだね。プロおごらレイヤーとかいるじゃないですか。おごってもらうプロの人と一緒で、プロ生活保護受給プレイヤーみたいになってるよね。俺いいと思うよ。これはっきり言って。もちろん賛否あるけど、俺はいいと思う。うつでさ、カーテン閉めて塞ぎ込んでる人とかいっぱいいるわけじゃないですか。リストカットしたりとか、薬をいっぱい飲んだりとか。よりかは、たっちゃんだってね、いつどうなるか分かんないじゃないですか。まあ年齢も結構いってるし、ね、いろんな病気持ってるから、オランダでね、一花咲かせてくださいよって思いますね。悪い感じしないしね、あの人。なるほどね。まあこの方もね、応援してるっていうからね。で、最初ね、ちょっとアンチな人かと思ったんだよね、たっちゃんに対して。でも別に俺がアンチじゃないからね、俺にあんまりたっちゃんのさ、ことを愚痴られても困るんだよね。なるほどね。まあ、いろんな生き方があっていいと思います。まあ、ある意味、ひろゆきとか、与沢翼とか、そんな感じの気分なんかね、インフルエンサー、まあ、ラブログさんとかね、そんなわけないか。まあ、彼の、YouTube コンテンツがあるんで、まあ、不安定だけど、まあ、更新をちょっと楽しみに待つしかないですよね。っていうのが僕の意見です。どうもありがとうございました。